テレビアニメオーバーロードよりあのアインズ様がメンドロイドになって登場です。腕パーツの付け替えで劇中シーンを再現、表情が変化する可動ギミックも搭載。アインズ様のことが大好きなアルベドもネンドロイドになって近日登場です。